村田町村田に完成した宮城県南中核病院附属村田診療所では、診療開始に先立ち関係者が集まって開所を祝いました。村田診療所は元の診療所が築38年と老朽化したため、およそ500メートル北に移転新築されました。鉄骨平屋で延べ床面積は443平方メートル、内科、外科、皮膚科の診療に加え、来月からは新たに小児科も受け付けます。また調剤薬局も併設しています。安心して継続して語っていただけるような施設として努めていきたいなというふうには考えております。村田診療所は角田市や村田町など県南一市三町で組織する宮城県南中核病院企業団が運営し、年間2万人の外来患者を見込んでいます。